対する高島は、2019年6月から4勝1敗。早坂すぐるに判定勝ち後、宮沢雄大に 2R アーンクで一本勝ち。しかし、2021年5月に野田良介に 2R 一本負け。その後、リトルに判定勝ちで再起し、2022年3月に若林と同門の小倉会の尾崎隆起に 1R アーンクで一本勝ちで2連勝中だ。 下向き黒三角フェザー級5分 3R 中村浩二、パンクラス稲垣組、14勝16敗4分け 1NC 岩本達彦、ブローズ、12勝10敗1分け大阪対決。中村は、2022年12月の前戦、ロード FC62、レコーンアソルからのリマッチをどけ、判定勝ち。対する岩本は3連勝中。 2022年4月のフェザー級トーナメントでトールキタカに 1RTKO 負け。12月に中村大輔のヒルフックで 2R1 本負け。2022年4月の前線では小根川光に 2RTKO 負け。約2年ぶりの勝利を目指す。